読売新聞さん。読売新聞の井ノ原です。はい、まず昨日ですね、コロナがですね、感染症法上の扱いを5類に移行して1年が経過しました。まあ、コロナ禍が長かった中でですね、で、まあ、かつ患者数も多かったの大阪市というところもあって、まあ、いろいろ取り組みされてきたかと思うんですけども、そのこの間のですね、まあ、現状の在り方だとか、まあ、感染症への対応についての、まあ総括といいますか、まあ、取りまとめといいますか、まあ、この1年振り返ってどうなのかというと、まあ、そういう総括をされるようなお考えというのがあるのかどうか伺えますでしょうか。はい、まず総括については担当局の方で一定取りまとめをしてですね、報告書という形で確か作成していたと思います。すみません、ちょっと昨日今日中身を確認はしていないので内容についてはあれなんですが、取りまとめは担当局の方で進めているというふうに認識しています。もう1年経ちまして、本当にコロナ禍でですね、経済活動やにぎわいという面で本当にこう大変な期間を過ごしました。最近話していると、特に学生の子たちは小学校中学校なんかで全然その友達と接触する機会がなく来たんですっていう話を聞く機会もありまして、すごくショックを受けたこともあります。非常にこう制約が多い中でですね、それでも踏ん張って何とか乗り越えようとですね、まあ、民間の皆さんや役所も精一杯やってきた中で、まあ、いよいよコロナ後の社会に移行してきましたので、今度はしっかりにぎわいとかですね、みんなでこう楽しくワイワイ集えるというのも、そんな街づくりをこれからも進めていきたいと思いますし、ちょうど万博もありますので、今コロナ前に訪日この来販外国人観光客数もコロナ前を超えるような勢いになってますから、このムードをですねしっかりこう持って、まあ、万博に向けてにぎわいある街づくりしていきたいと思います。この間もコロナ対応というのはもう各部署で関係機関で非常に多岐にわたってノウハウが蓄積されてますので、これに基づいて次また感染症が起きたときは適切に対応できるようにしていきたいと思います。一つ例を挙げると、先日重曹の市民病院の方に行ってきまして、そこもあそこは中等症専門病院としてですね、機能を発揮しました。もう今中等症病院は解消して一般の方も受け入れているんですけれども、まあ、感染症が発生した時の動線やですね、ノウハウというのはしっかり蓄積されていってると改めて思いますので、まあ、感染症が起きた時に揺るがないまちづくりというのも合わせて進めていきたいと思います。本当に大変な期間でしたけど、これからはにぎわいを取り戻せるように、大阪の街が、日本が全体がですね、にぎわいを取り戻せるように街づくりを進めていきたいと思います。